暴れん坊タグモネじゃ。今日宮崎公民館に来ておるんじゃ。っていうのはあれじゃん、山直のな、試食会があるんじゃ。今だからな、タチウオなんちゃらとかな、エビのなんちゃらとかな、いろいろ作っとるらしいわ。辰ヶ浜地区のな、熟女たちがな。だからちょっとな、勝手に視察に来たんじゃ。行くぞ、了解を取っておらんのじゃ。行くぞ、来い。でな、この旗も作ったんじゃ。いいじゃろ、すでにやったんじゃ。おかしいじゃん、暴れん坊タグモネじゃん。どうじゃ、ちょっといいじゃろ、見よ、旗まで作ったんじゃ。みんな浜の熟女が作っておるんじゃ。いい匂いじゃ。これは何ですか？これタチウオです。タチウオ、美味しそうじゃの。試食会なんじゃ。試食会でな、漁協のな、役員さんがね、集まったもんじゃ。どうじゃ、役員さんじゃ。みんなな、太刀を取りに行くんじゃ。この方はな、あれなんじゃ、あのな、おそらくな、あの魚を食べ過ぎたら頭がこうなったんじゃ。わかるか、太刀を食べたら立つんじゃ。これは何じゃ、カワハギを食べ過ぎたんじゃ、きっとハゲたんじゃ。ごめんなさい。OK。 エビの天ぷら、イカの天ぷら、タチウオの天ぷらと、マグロの刺身、タイの刺身。これがタイの煮付け。で、これがカマスの焼き魚。これは組合長じゃ。組合長さんじゃ。恥ずかしがっての出てくれんのじゃ。すいません。怒っとるな。カズキさん怒っとるな。ごめん。そうじゃろ。はい。はい。カレー。カレー食べろ。この浜辺も映っちゃう。海鮮丼じゃ、来た。一番豪華なやつじゃ。誰やってかけようか。かけたらええかな。はい、こっち向いて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 。アジアカエビじゃん、うまいんじゃこれ。うまいの。アジアカどうじゃ。試食会にな、勝手に来てな、勝手に食べとるんじゃ。なんかな、いっぱいあるからろ。でごらんなさい、どさくさに紛れてろ、食べとるんじゃ。タイの煮付けじゃ、一本丸々入っとるの。すごいの、タイ入れたいの。タイの煮付けじゃ、こっちに辛い方っていうか、辛めで甘めを持ってくるんで、うまいの。で、これはな、骨具じゃ。全部取れちゃう。うまいのこれ。手作りじゃこの骨具。うまい。イカとな、アジの刺身。
だから匠にはイカになったんじゃん。口入るんじゃん。うまい。ナイスじゃ、イカじゃ、どうじゃ。これもタチオか。長いの、まそうじゃの。なるほどじゃ、タチオ。どうじゃ。タチオじゃ。タチオなんだけどな、ちょっと見てくれこれ。長すぎてな、サルに入らんのじゃ。切るのもったいなしの。かぶりつぼうかな、タチオね。すごいな、これ。ご飯が欲しいな。すごいわ、これは。うまい。タチオじゃ。タチオ食べたら立つんじゃ。なんだよこれは。これはイクラ。イクラ。エビ。エビ。アジ。アジ。と、マグロ。マグロ。これはイクラじゃ。シャレじゃ。どんどん。役人さんだから、ね、試食会してる間にな、どんどんわしも食べちゃうと思ってな、いっぱい食べとるんじゃこれ。アジじゃ。エビや。マグロじゃ。うまい。いいじゃろう、たくもね。どうじゃ。アシアカエビの刺身じゃ。すっごいの、これ見てごらんなさい。アシアカエビじゃ。でかいの、これ。アシアカは高級なんだ。すっげえ。食べるぞよ。うまい。アシアカ頭まで食べれるぞ。これはうまいの。みんな楽しみに待っておれよ。暴れん坊たくむねじゃ。さっきの試食会行ってきたんじゃ。食会行ったらの、美味しくてな、こんなタチウオとかな、こんなアシアカエビじゃ、こんなんじゃ、刺身とかな、もうお腹いっぱいになったんだ。見てくれほら、もうパンパンじゃ。本当はな、秘密に行ったんじゃ。黙ってな、突撃取材ってやつに行ったんじゃ。そしたらな、まあみんな役員さんとか組合長さんとか知っとるからな、タコを食べていけ食べていけと、いっぱいになったんじゃ。みんな楽しみにしておれよ。すまんじゃ。でこれはな、わしの浜もんじゃ。見よ、浜のもんだから浜もんじゃ。運転の免許は持ってないんだけどな。わしの甥っ子じゃ。今度な、三ノ島高校柔道部に入るんじゃ。重量級じゃ。ほんでな、船がな、潮引いとるんじゃ。でな、俺はな、なんとか足を伸ばして乗ったんじゃ。ほいとなんとこいつがな、俺大丈夫だよ、乗れるよとか言って、どうして乗るんかなと思ったら、こっからここにジャンプしたんじゃ。やめてくれよお前、船が穴開くじゃないかお前。どうするんじゃよ、船ビュービュービューンって。お前びっくりしたよ、たくむね。お前自分の体重も考えんずにこの野郎。お前浜もん穴開くぞ。じゃあまたな、バイ。暴れん坊たくむね、登録よろしく。ほいや、登録よろしく。